滝沢義三郎1月昭和22年8月は日本の実業家。滝沢事業代表社員。東京府平民。小結政策所南洋食産会社各取締役。東京木有子、東京アサイト防疾各監査役。次女富江は東京大学名誉教授、マイデ長五郎の妻。当家は累代埼玉県入間郡、 金子村に重視農業を営み、同地における祖宝家として知られていた。滝沢乙吉の次男、明治25年に兄吉三郎方より分家する。明治23年東京高等商業学校を卒業し、実業界に入り、関東石材会社、日本海陸保険会社、三井銀行、三井五福店、住友銀行に勤務。株式仲買人となったが、 明治45年これをやめ、日清ゴム会社常務取締役に挙げられた。大正10年、滝沢事業合名会社を設立し、北海道、台湾、朝鮮で経営に当たった。要局を抑止、よくし、画の官邸に一石岩を有す。AB2 の宮町図書館図書館がより、第50号、ABCDEFGHIJKLMNOPQ、人事更新録。 第11版下田 233ABCD 人事更新録7版田194ありがとうございます。